半和電気鉄道六個線形電気機関車は、半和電気鉄道が1930年に申請した直流用電気機関車である。半和電気鉄道の南海鉄道との合併、そして旧半和電気鉄道線の運輸通信省による戦時買収を経て、本形式は国有鉄道席へ編入された後、1952年に ED38 型と改版された。 50トン級 BB 軸配置で13メートル級箱型車体の昭和初期の私鉄機関車としては大型の車両である。1930年の半和天皇寺東、和歌山間全通に備え、まず2両、翌1931年に1両が東洋電気製造、日本車両製造で製造された。その後、南海鉄道との合併後の1942年に、 合計3両の追加新造が計画、申請されたが、認可は1両分しか降りなかった。その後、再度3両の追加新造が申請されたが、こちらも認可されなかった。このため、戦時中の増備機は、資材難もあって、国鉄買収後の1944年6月に1両が完成したにとどまっている。全面デッキを持たない箱型で、 かつ溶接を多用した構造の構成車体を備える。本形式の大きな特徴の一つに独創的な車体デザインがある。直径 1220mm の動輪によってやや腰高な嫌いはあるが、前面と屋根、側板を R で連続して接合し要所に補強産を配した反流線型風のデザインは1930年という、 製造初年からは妨害の進歩的スタイルで2機の大型パンタグラフと相まって戦前日本の電気機関車の中でもことに美しい車両の一つとされている。愛好者からは同じく1930年に製作された愛知電気鉄道デキ400型と並び戦前期の日本車両製造が手掛けた私鉄向け箱型電気機関車の装壁と評された。 最初に製造されたロコ1001.1002では小型の窓を備えていたがロコ1003では窓寸法が拡大されて明朗な印象が強まりより洗練されたデザインにリファインされている。もっとも最終造備機であるロコ1004については戦時統制経済の下での製造であるためロコ1003の設計を基本としつつも随所の工作が大幅に簡素化され 各部の補強産なしで、のっぺりとした印象を与える、全溶接車体となっている。車体デザインとともに本形式の大きな特徴とされるのが、発電、電力回生ブレーキを標準搭載し、総括制御を可能とする制御システムである。主電動機は、東洋電機 TDK-556A を4機搭載しており、設計当時の私鉄向け電気機関車としては、 大出力車の部類に入る。全負荷時検引力5 1 7 5ラム全負荷時の定格速度は時速4 1 0キロメートルで、戦前の貨物用機関車としては定格速度が若干高めとされ、さらに弱め開示制御に対応している。電車とほとんど大差ない出力や大きな動輪も含めて高頻度高速運行を基本とする。 電車ダイヤの中で運行することを考慮した速度重視の設計であったことが伺える。設計上は10、1000の勾配を時速 32km で登る場合の、牽引重量が615トンと計算されていたが、実際の運用時の牽引定数は、勾配を控えた泉府中以難で、換算20両イコール200トンという軽編成で、取り扱われ、速度を稼げるようにされている。 駆動装置は一般的な吊り掛け式でロコ1001から1003の心臓時の波数比は3.96である。もっともこうした軽量貨物列車の高速運転による酷使で歯車の摩耗が著しく保守上問題となったことから1935年の大社改造時に主歯車が肉厚の丈夫なものに交換され波数比も当初の点九六からわずかながら 高速よりの3.88に変更されている。この改造は、6個1001.1002と同じ波数比で、竣工していた6003についてはなぜか実施が遅れたが、南海合併後の1941年11月に、6001.1002の予備品流用で、交換が実施され、走行性能の再統一が実現している。また、この交換工事以後の竣工となる、 6004については、申請当初より、波数比を3.88としている。主制御機は、東洋電気製の電磁弁制御による単位スイッチ式、運転台に設置されたマスコンは同じく東洋、電気 ES-40A である。総括制御可能であり、発電、回生ブレーキ機能を備えていたが、これらの機能は国有化後に、機器の標準化を行った際に失われている。 なお、戦時計のロコセ0 0 4は車体のみならず機器面でも簡略化が図られており、発電、回生ブレーキなしとなっている。空気ブレーキは、当時の機関車用で、一般的な L14 制御弁を使用しており、発電ブレーキ、電力回生ブレーキは、運転席右側のマスコン、空気ブレーキは、左側のブレーキ弁で個別に操作される構造で、 同時代の他の日本製改正ブレーキ搭載機と同様にブレーキの電空動機機能は備わっていない。ロコ1001ロコ1003は東洋電気製造 TDKC- に脂枠パンタグラフを2機搭載して巡航している。電流量の観点では本形式の場合パンタグラフ1機搭載で十分であり、パンタグラフ2機搭載は離線に伴う改正ブレーキの執行対策として 実施されている。このため発電、回生ブレーキを搭載しない、6004については、6001、6003と同じ TDKC-2 を一機のみ搭載して竣工している。同輪形線2 2 0ト、mm、ルと、この種の電気機関車としては、比較的大型の車輪を備え、各台車の両端張りに連結器及び台車間を結ぶ、中間連結器をそれぞれ備える。 ロコ1001.1002の台車は当初は軸箱を重ね板バネで指示し、これを側枠中央の大きな重ね板バネで均衡させるイコライザー式の機構を採用している。この構成は膨大枠による台車枠そのものを含め戦前の鉄道省が製造した ED16 系以降の正式電気機関車で採用していたものと類似点の多い構造であった。だが、 これは高速運転には適さず動揺が著しかったため、増備機であるロコ1003では、軸バネについて軸箱の両脇にコイルバネを配したウィングバネ式へ変更、枕バネを揺れ枕付きとした上で、各台車の軸強 2700mm から 2900mm へ、延伸し高速走行時の容動特性と直進安定性を改善している。ブレーキを駆動する。 ブレーキシリンダーは、ロコ1001.1002については、各台車の端張りに取り付けられた、連結機の干渉機直上に左右各一機のシリンダーを並べて搭載する、という独特の構成を採用しているが、ロコ1003ではこの方式は踏襲されず、左右の側張りにそれぞれ振り分け搭載する、一般的な構造に変更されている。 ロコ1003での軸箱支持機構の設計変更により、良好な走行特性が得られたことから、ロコ1001.1002についても、後日の駆動系回収と合わせて1935年3月2日付で、台車の大改造が実施されることとなり、軸距こそ変更されなかったものの、軸バネと枕バネの双方を、ロコ1003と同様に変更している。なお、 これらの改修工事の施行後に竣工したロコ1004の台車についてはブレーキワークを含めロコ1003用台車の設計がほぼそのまま踏襲されている。東和歌山駅で黒潮号客車の入れ替え作業を行うロコ1 0 0 0にロコ1000型は竣工後、半和電鉄線の主力電気機関車として徴用された。 その使用範囲は単なる貨物列車牽引にとどまらず、場合運用で東和歌山駅での南紀直通列車、黒潮号用客車の商船との受け渡しに伴う入れ替え作業などにも用いられていた。本形式は、半和電気鉄道の南海鉄道への合併後も、改版されず同社、山手線となった旧半和電鉄線でそのまま使用され、その間に最後の増引きとなった。 六0 0 4が完成している。さらに、戦時買収による国有化後も半話線となった旧半話電鉄線で運用され続けた。魔物部品を中心とした機器の国鉄標準品への乾燥や一機搭載であった六0 0 4へのパンタグラフ一機の追加搭載などといった整備が進んだ1952年には ED38 系という国鉄称号を与えられ、 ED38-1ED38-4 となったが、その時点でも主任部は半和線区間貨物列車牽引で、心臓以来の運用がほぼそのまま継続されていた。その後は老朽化が進行したことなどから代替機の投入が検討された。しかし、旅客用並みに低角速度が高く実際にも高速で、運行可能なその特性と、 車線時代のままの設備で対比線が短く大型の f 級電気を区間貨物用として投入しにくいという半話線の施設事情ゆえに国鉄の既存標準型機関車には適切な代替機を書いていた。半話線そのものについては、戦中、戦後の混乱期には八千六百二十型や c 十八型といった蒸気機関車のほか東鉄局より貸し出しの形で EF51 型と ED17 型が大取り区に配置されて、電装品が故障して、自走不能の電車牽引に当たったものの、後者はそれ、時代も国士で故障が頻発するというありさまで、この段階では ED38 の代替を検討できる状況ではなかった。その後、やや情勢が落ち着いてきてから、旅客、 貨物用として1952年以降 EF52 系の残存前期と旧富士見信部鉄道が保有した買収機である ED20 計算量が転入してきたが EF52 型は速度面では十分な性能を備えていたものの21メートルに及ぶ国鉄正式 F9 電気中でも最長の車体ゆえに区間貨物には重当が難しくまた ED20 型も車体が短く、牽引力も申し分なかったものの、波数比が低く高速運転性能に難があるという問題を抱えていずれも一長一短であった。このため、これらの転入機、特に EF52 型は、規制線直通旅客列車を中心とする運用に重当された。また、半和線区間貨物列車の牽引機については、 EF15 系の申請投入で余剰をきたしていた ED16 型が上越線より転属し、一時は重量を数えたものの、こちらもやはり牽引力重視のギア比がもたらす低い低角速度がたたって、不評を買い、結局 ED38 系の代替来たり得なかった。この問題は1959年から1960年に、 かけて実施した強力かつコンパクトな新型機である ED60 系5両の申請投入でようやく解決を見ている。この ED60 系の申請投入で余剰となった本形式は、まず戦時設計の ED384 が1959年9月に三義鉄道に貸し出され、黒部ダム建設向けセメント輸送の任に就いたが、同年12月に返却された。これは、 同月21日付で除籍されたものの引き取り手は現れず長く高取工場に留置された後1964年に解体されている。また残る3両も ED60 型が出揃った1960年中に除籍された。このうち ED38 には一旦大井川鉄道に払い下げられ同社 ED105 として客下権員に他の2両は 秩父鉄道に払い下げられて、9番号のまま同社でき1型と共通運用で、主に、武甲線からの貨物列車牽引に用いられた。その後、大井川へ譲渡された ED105 は、大井川水系のダム建設工事と、これに伴う、資材輸送が一段落ついた1967年に、秩父鉄道に再譲渡されて、ED38 に再開版され、 この結果 ED381 から3が同社に揃うこととなった。秩父鉄道への譲渡後、ED38 には1974年に旧車となり、長期旧車の後、スペアパーツの入手が困難な他の2両の部品、ドリキとして1980年1月31日付で廃車された。残り2両もより高出力の新生電気の増備に伴って余剰化し、 3号機が1981年3月14日に除籍・解体されている。最後に残った1号機は、長期級車を経て1988年に廃車されたが、解体されず長らく留置された後、再整備の上で三部口駅構内に保存展示された。なお、ED38 型は先住輪なしの BB 軸、配置機関車であり、 しかも一般的な電気機関車より高速運転を行っていたという事情から戦後に国鉄がアジュー系電気機関車を開発する際本形式が詳細に調査されているアジュー系の DT-101 ウィングバネ式ボギー台車の設計にあたっては本形式の台車の構成が参考になっているという前日の通り三部口駅に併設された秩父鉄道車両公園に一号機が 生態保存されていたが2019年の公園リニューアルに際して解体されることになった。秩父鉄道 ED38 系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。